なんでこっちは2枚外したんですけど、そっちは1枚外した。間違えた。あります。なんていうか。これね、いっぱいついてるかよくわかんないですけど、2の、4の、5の、や、そっちも2の、4の。ものすごい、ぼーっとしてました、ね、それだけトレーニング集中してる。いや、集中してないんじゃないですか。してないんですか。これ、あそこスーパーあるじゃないですか。なんかスーパーの中にレジがあるんですけど、そこまで叫び声が聞こえるらしいです。本当に なんか言われたんですか。言われないですよ。レジにいると聞こえるよってお客さんが。本当に結構距離ありますけど、あと2階で叫び声がするともっと響くんで、ストレートに向こうの方で歩いてる人が空見るんですよ、叫び声が聞こえると。まだあれはないですか。通報は。通報ないですね。通報ない。警察来てもおかしくないですよね、叫び声なんで。叫び声だとそうです ね。でももう毎日聞こえるから気に してないですか。そうですね、本当にあれ、それこそあれですよ、狼少年ですよね。本当に叫んでるのに、いつものことですもんね。そうですね。何かあった時に。そこまで聞こえますか。どんくらいありますか、距離。100メーターないぐらいか。ナフコまでが。100メーターぐらい。100メーターあるんじゃないですか。用意ドンでゴール。あのくらいある。用意ドンで100メートル。あるんじゃないですか、学校で。距離測れないですか。距離ちょっと測れないです。ゴルフのあれじゃないですか。ロッキーも見たことないし。ロッキー見たことない。本当に。あ、いや、なかなかレアです。まあ、12年が違うんで、僕がちょうど中。相当そういう情報入ってきてないですね。中1の時にいわゆるロッキーロードショーで、もうクラス全員生卵なんだっていう。じゃあ、なんか筋肉界隈で有名なバキとか漫画は全く見たことない。ドラゴンボールも読んだことないし、北斗の拳だけはなんかちょっと、アニメでアニメで夕方やってたから見ちゃったけど、同じやな。まあ知らない。まあ、もうそんな暇あったら寝ちゃう。寝ちゃう。映画ももう一本見れない。あ、途中で寝ちゃう。絶対寝ちゃうんですよ。それユタ君とか。いや、共感するとか多いですよ。もう映画館だから行かないの。もったいないの。途中から寝てるもん、絶対に。どんだけ寝てから行っても寝ちゃう。あれも見てないのか。寝れないときは映画館。鬼滅なんか全く見ないです。あ、本当。でも家の人は皆さんご覧になってる。北川さんも美晴さんもそうなんですけど、やってる時のこう気合が入った時の掛け声っていうか、それが呼吸ですか。呼吸ですね。青森県の津軽の人の気ですよね。ああ、美晴ちゃんは特に、クッって言いますか。なんていうの、クと気の間みたいな。僕も言ってます。言ってますね。本当ですか。はい。意地じゃないんですけど、気が抜けた声を出したくないんですよ。なんかちょっとそれだけはあって、すごく気合が入ってる感じで伝わってきます。マイクかっこ悪い声出したくないですか。
気温の方が弱々しい声出そうになる。だってトップ選手とかが毎回トレーニングで最後一度やばいやばいとか言ってる嫌じゃないですか。やばいやばいやばいとか言って毎回自分で自主トレでやばい。高橋選手はボブパリスに似た感じだって言ったんですけど、ボブパリスが通じなくて僕もわかんないです。僕だから本当そういうの知らないですよ。本当にボブパリスわかんない。まあそもそも最後に出たのがプロのビルダーに興味ないじゃないですか。はい、よっぽどじゃないと知らないですね、うん。まあ、アメリカでも例えばショーン・レイと一緒に歩いてて、あなた何の選手っつって、ショーン・レイって結構面白いのが、うん、あのプロのフットボーラーだとか、はいはいはい、プロレスラーだとか言うんですよ。絶対にボディービルダーですって言わないんですよ。言わないです。冗談で言ってるんですか。まあ冗談で言ってるんですけど、相手はなんかやっぱり普通の体じゃないから、あなた何かの選手ですかって聞くと、フットボールの選手だよとかプロレスラーだとか、そういうことです。ちなみにこれの位置は変えられないんです、ね、変えられないです。変えられない、ね、シートの高さだけです。シートの高さ。でもこれなんか考えようによっては、穴をこのネジの穴をここ開けられれば、こういう位置変えられる、うん、あグリップ変えて、グリップ中か、あグリップもまあそうなんだけど、このウエイトの、ウエイトはこっちの方に乗るほど重いよね。じゃあまあ意味ないですけど。あ、負荷のかかり方だと。はいはい。